皆さんこんにちは。陸海空軍人から見たシリーズ、今回も始めてまいります。チャンネル登録がお済みでない方はぜひよろしくお願いいたします。それからこちらの書籍もたくさん出ておりますので、ぜひぜひまだ読んでいないという方がいらっしゃいましたら、こちらもよろしくお願いいたします。さてでは早速ご紹介いたします。本日も元西部方面総監の小川清志陸将、よろしくお願いいたします。元航空自衛隊補給本部長の吉田光介空将、よろしくお願いいたします。元呉地方総監の伊藤俊之海将です、よろしくお願いいたします。さて、いろんな事件がありましたが、まずはトランプ暗殺未遂といいましょうかね。大統領選の選挙集会で演説していたトランプ大統領も急死に一生を得たという形になったんですけれども、この、番組なので何を、特に話そうかなということになったんですけども、やっぱり使っていた銃もこれが注目されているということと、それから小川さんは陸上自衛隊でも、狙撃競技会にも出られた、ローカルなやつですけどですね、射撃はことなので、ちょっとそのあたりの専門的なお話をちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど、見てお感じになったことってまずどんなことでしたか？そうですね、この、容疑者は、アマチュアにしては射撃の腕はいいだろうと。でもトレーニングそこまで積まれてないんで、はい、焦って2発目3発目撃ってるんで、あれ絶対目標に当たらないけど他の人たちを巻き添えにしてしまった、そういったところをまず思いました。でこの軍用銃なんで130メートル前後って言ったら、あそこまでのトレーニングはおそらく高校時代から射撃クラブっていうこともあって、で2日前に、予行してるんで、ゼロ点規制きちんと取った上であそこの現場に行ったんだろうなと。でもおそらくそのゼロ点規制って分かります？分かんないです、すいません。はいはい、これ鉄砲だとしたら、はい、こう狙いますよね、ここにこんな印があって後ろにこう丸っこいのがあったりして、これの狙いを定めて、向こうの目標に合わせる、でも銃のこの銃線と、この照準器がきちんと合ってないことがあるんです、だからそれを合わせないとまず、ここ一生懸命狙っても銃は実はこっち横向いてますよと、少し、それを合わせとかないとダメなんですよ、それをおそらく2日前に自分の所属している射撃クラブでやったんだろうと。じゃないと現場で試射できませんから、そうですね、その上で臨んでる、準備はかなりやってるから。ただし射撃の姿勢を見ると、軍人とかに習ったんではなくて、射撃クラブの延長で持ってきたんだろうと。で、この AR-15 っていう、銃ですけど、かなり古い銃ではありますけど、タフですよね、日本の銃でいけば64小銃のこの小銃の時代に近いんですけど、でもこの時は 7.62mm なんです、日本が初めて自分たちで作った銃としては 7.62 と 5.56、 今回のは 5.56 ですけど、かなり重さが違いますので、だから2発目3発目ってすぐ撃てる、 7.62 だったらスピードでは撃てないと思いますけど、反動すごいもんね、かなりの反動がきます、ドーンくるから、だから8、9小銃に、性能的には近い、で総合火力演習とかでは、この普通の小銃は200メートルから300メートルの小銃で撃ちますと言ってる通り、300メートルぐらいまでだったら割と当たる、でも割と当たるといってもトレーニングしないとまず当たらないです。それはどれぐらいかっていうとですね、表がこの矢印を銃だと思ってもらって、じゃあ銃がどれぐらいさっき狙ったところでずれたら当たらなくなるのか、人間の頭を直径横幅20センチぐらいだとしてみましょう、で、対人狙撃銃だと800メートル離れて当てなきゃいけないと、1メートルの小銃が 0.1 ミリずれたら頭からそれちゃいます。300メートルだったら 0.3 ミリ先っぽがずれると外れます。で今回135メートルだったらだいたい 0.7 ミリずれると外れるんですが、もう一つこの小銃ごとの誤差があります、それがいくらかあるんで、その分を考えると 0.3 から4ミリずれてるとこの130メートルでも当たらない可能性が大いにありますが、今回彼は
幸運にしてトランプ大統領は耳だけをやられたんで、高さ合ってるわけですよね、顔の。つまり高さは合わせられてる。じゃあ左右になんでずれたんだ。アマチュアとはいえ結構トレーニング進んでるんで、普通だったらこれ外さないだろうと私は思うんですけど、あの2日前にやった練習場は屋根がついてるところでおそらくこれやってるんですよ。そんなことまで分かる。屋根がついてる練習場ということは、そう、小生小門が暗闇影のところですから光らないわけですよ。そしたら人間の瞳孔もその影の状態で瞳孔の状態になりますから、それで見える時とこの当日の時は西日が差してきて右から、そうすると照射に当たる光が違ってきます。その状態によって左右がずれる可能性が大いにある。で、右にずれてないんで、右にずれるっていうのは引き金を引いた時にこう力が入ると右にずれちゃうことがあるんです。力が入る、それは起きてないんで、照準の仕方が失敗してるだけなんで、一発目があそこにこういったっていうのは、あのレベル的には高い。でもラッキーなことに彼はややアマチュアだったんで、ゼロ点を取った時と本番との太陽の違いとか、これ銃軍人だったらろうそくとかで炙って光らないようにしとくんです、両方照射をね。そうです、あの、はい、光によって これでこっちね。そうです、ね、ああやってたな。そうやな、黒くしてたやな。そういえばやってない可能性はあるんじゃないかなっていう気はしてます、うん、ですからそういうのを総合するとトランプ大統領はラッキーだったのは確かにありますけど、顔のこの動かし方だけを見ると5センチも動いてないように私は見えるわけですね、映像から見ると。ということはそのままにしててもこの皮膚のこの辺で終わった可能性があるから、一命をやられるっていうところまでいかないかったんじゃないかなっていう気がします。ですから、そんでこの容疑者の人はいまいちこの殺気感じませんよね。 ある意味安倍総理の時も不幸な事件とどっか類似性を感じる、ね、岸田さんの時の犯人もね、はい、で、あの同じようなタイプだよね、はい、陰謀論は私は信じません。ですがこういう人って対人関係そんなに得意じゃないんで、ネットとかなんとかでいろんな陰謀的なことをすごく信じてしまってこういう行動に走るっていう特性が今の世の中に存在してるんじゃないかなっていうのを感じるところです、というようなことを、まあ、これを見て思ったところです。やっぱり頭部を狙う狙撃って、そこはあの、まあ、さっき聞いたら防弾チョッキ、防弾チョッキをつけてたっていうから、ただ防弾チョッキはこの胸元はおそらく完全にこんな風になってないんで、普通のワイシャツの状態だったから、ね、じゃあこの首が動きやすいところよりも動かないところを本当は狙えればいいと思うんですけど、まあ私がその犯人になるわけじゃないので、だからこうすればよかったってあまり言わん方がいいかもね。そうなんですよ。だからそこも含めて、まあ頭部を打つ練習をしてったのかもしれませんので、もうそこは変わらなかったんだろうなって。でも2発目3発目はあんなに早く打つってことはもう焦りまくって1発目失敗したっていう、それでしかも130メートルの近くまでこう行ってるってことはもう絶対自分はやられちゃうっていう覚悟でいますからですね。あの安倍総理の時もあんな近くまで行ってやってるんですから。で偶然その要人を狙う場所ができてしまってた、しかもはしごを前の日に購入してたとか、そういうことまで含めると、まあ、おそらく単独犯じゃないかなとは、まあ、こんな犯人の犯罪については私がコメントする話じゃないんですけど、ですからそういうふうに全部を自分で準備をして全部をやっていくっていうふうな人間が今増えてる社会環境なのかっていうのをちょっと感じるところですね。今回もあれでしょ、あの住民の方から不審な人が屋根の上にいるっていうことで、ね、探しに行って見つけたところまでは見つけたんですけど、その後に撃たれてんだよね。あの発射され地元の警察官が登ってこう止めようとしたら、その容疑者からライフルを向けられたんで、自分の身を守るために一回やめた。その 2,3 分後に初弾が撃たれてる。でも 2,3 分あれば狙うのは狙えるんで、
仰向けになって、まあ、銃を大事にこう持っててゼロ点をこう歪めちゃいけないんで、おそらくそうしてて、で寝打ちでこう姿勢を変えて撃ったんだと思います。やっぱなんかあの警備体制だから、シークレットサービスで守るエリアと地元警察で守るエリアと、そこの連携の部分と、まあ、主催者が仮にその不審者がいてね、屋根の上にいたっていう情報があって、トランプさんの登壇あるいは演説をやめさせるとかね、やっぱなんかこう組織的な対応がやっぱりなかったなっていうのを、まあ、警備については私が一緒に話じゃないと思うんで、まあ、はい、これは、ね、こ今すぐ撃たれたのは、はい、狙撃兵が撃ったんでしょ。そうです。あの、ね、シークレットサービスがあの屋根の上にいましたので、それちょっと位置関係がよくわかんないけど、それやっぱ専守防衛というかなんですかね。だってね、狙撃兵がこうやってすぐ射殺できるってことは、はい、この見える後ろにいた屋根のところにいて犯人と言われている容疑者はこっちにいましたので、すごいよね。距離から見ればやはり同じような130メートル前後のところから、うん、だからこれで見えてるわけだから、うん、だから元々見えてたってことですね。ね、そこで怪しいやついるっていうのは、狙撃兵には見えるわけでしょ本来は。そうだと思います。ただあの銃を持ってたかどうかっていう話はまだざわついてたから、おそらくあの最初にもう弾込みはしてるし、やあの弾倉は突っ込んでるから、一回この遊手を引いてガチャッと弾込みはしてる状態だから、金属もおそらくもうしないようにしてたんだろうなと思いますし、だその地方の警察が銃向けられてね、はい、その2分前だとするならば、はい、だから地方警察のそいつから全体に全然通報がいってないってことだよな。言ってたら当然この射撃の人たちが見て、ね、あってなるじゃん。だからその中でも撃って終わりだよね多分。そうですね。だから連携が全くない。出た地方と地方の断絶。これ日本の警察、まあ、警察の警備についてコメントする立場はないにしても、あのいろんな行事をやるときには相当全ての建物を押さえますよね、日本の場合だと。でうちらは何も入れなくなったり、結構もうバチッと。だからこの場合シークレットサービスとこの位置関係ですよね。なんでここボコってやったのかっていう疑問を皆さんこうお持ちなんで、これについてはもう今更私が言う話ではないと思うんですけど、ですからこれ見ただけで先に撃っていいかって言ったら、構えてれば撃てたと思いますけど、その時にどっち向いてるかって言ったら、よくあの安倍さんタイプ の拳銃であったり飛び込んでくるナイフであったりっていうのをどうしても用心して、優先しちゃうからな。でもこういうのがあってもね、銃規制みたいな話にはならないんでしょうね。ほんま、ないね、絶対ならない。私がその遺族の一人だったら、高校生たくさん犠牲になってるじゃないですか、ね、なんでたった一人にいくら要人だからといってこの人がちょっと狙われただけで銃規制が変わるんだって、私だったら民主主義の国家だったら絶対文句言いますね、この人のおかげで変わるのかおい。でむしろそのトランプがこれ以後もやっぱり自由は必要だって言ったら、あまりにも説得力がありすぎますよね、うん、自分が狙われてなおその必要性を、共和党と担がれてるから、まあそういう主張をするでしょうからね、うん、それがやっぱし自分で自分を守るっていうところが根本にあるし、憲法でも保障されてるし、そうですね、憲法にありますからね、はい、そもそも。でこれ大統領選挙にはなんかすごく大きな、めちゃくちゃ大きいよね、特にあの決まっちゃったような、撃たれた後台から降りてくるあの写真、後ろにナショナル ね国旗があってさ、まさに洋島だもんあれ、まあ、大したもんだよね。でも普通って震えますよ ね、旧国選挙団体のメルマガにもありましたけど、ただその支持率は変わってないんですよね。ああ、そうなんだ。ということは何かっていうと、もう分断された集団はこっちからこっちへ流れない、もともとね、はい、だからややトランプ優位のままの状態で今いると。でこれ見て賛同したのはおそらく共和党関係者がより結束は強まったんじゃないかなと思いますけど、決めかねてるみたいな、そうはいないんですよ、日本にありがちな、まだ決めてませんみたいな。共和党自体にはあったんだよ、ね、だけどそのトランプ支持者というのは固い、ね、トランプ支持者イコール共和党じゃないから、はい、だからヘイリーさんみたいな人がいるわけだからね、ヘイリーまでトランプだって言っちゃったから、そうです、ね、もう主張を瞬間に変えちゃったから、ね、はいはい、この狙撃はめちゃくちゃ大きい、ただよくあのトランプ大統領が出てきたらいろんな影響があると言って皆さん心配することあるじゃないですか、対中国政策にしても何にしても、まあ、ウクライナ政策にしても。日本はもともとその
中国ロシアからどうやって守るかっていうことを日清日露通じてずっとやってきて、まあ、もう一個の方でやってますけど、そのシステムを今たまたま戦争に負けてアメリカに代替わりしてもらってるだけであって、だからアメリカがどうあろうと自分たちの作ったシステムをどうやったら維持できるかって一人称で考えなきゃいけないと思うんですよ。はい、もうそんなのあったら苦労せえへんやん。そうなんですよね。俺らいくら言ったって全然ねダメだったし、まあ引き続き言うしかないかなと思ってるんですけど、だからこの番組がいるんじゃないかと思ってるから、まああえてまた言ってるんですけど、人の手にするなっていう話、ね、見事に一言だからね。本当ですね。そうなんです。アメリカが引いたらどうすんのとか、いや違うでしょって、自分でやらなきゃそもそもがあって主体者誰みたいな。そうよくあの番組とかも米中対立の狭間に揺れる日本みたいなテーマが多いのが私はある疑問ですよね。そうなんですよ。当事者でしょっていうね、日本は。ウクライナが2014年までがそれですよね、ブダペスト覚書で、あの NPT に入って、かあの核兵器をロシアに渡して、国会艦隊をロシアに渡したら、はい、君の安全は英米ロシアが守るからと、まあ、フランスが後で別個にやりましたけど、それ本気で信じて防衛費を落とし、その国防力を落とし安心しきったところへ2014年のクリミアだからね、はい、それと同じような状況を起こしちゃダメですよっていう。日本には近代政党が必要だ。自分の政策与奪の件を政治家に任せていってはいけない。ましてや官僚をシンクタンクにしている政治家に任せたら何をされるかわからない。規制が増えたり税が増えたりすると政府の力ってどんどん強くなっていくんで、そうすると自分たちの意思とは関係ない政治とか社会の意思決定がなされていく。それが環境に役立つのか役に立たないのかという人は一方でいたんですが、そもそも手続きとしておかしい。民主国家というのはこれ基本的に手続きの世界なんですよね。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。